週かな、2週間に1回、50分、うん、これ使って、ゲーム作ったりとか、エレキ聞かせたりとか、いろんなことやってますね。で、それプラス、他の各地でちょっと研修やってほしいってことで行ったりとか、夏休みには、これ、ハンダ付けできるんで、自分で作ってみようと。部品から自分で作るところ。で、自分で作るときに部品の色を変えたりとか、LED で変えたりとか、カスタマイズできるんですね。そうするとまた愛着も湧くんで、自分で作ったコンピューター、じゃあ次はそれを手なずけるぞということで、プログラムを教えて。じゃあ、自分の家で自分でできるんですね、予習しようと思えば。はい、できます。で、作ったコンピューターを持って帰ってもらうときに、キーボードを Amazon で600円で売ってるからと。やっぱり、公式のテレビにつなげばできるんだよっていうふうに言ってるんですね。で、コンテストをやっていって、そのコンテストで最優秀賞を取ると、ノートパソコンをプレゼントしてるんで、自分でちょっといい、自分のパソコンをゲットしろと。いう、簡単に励ましてます。素晴らしい。うちからやってるんですけど、実質。はい、去年、その、ラジコンの、重機にラズパイと、さくらじゃないわ、Wi-Fi で、タブレットから動かすというのを、ブルーバックスの本そのままやったんですよ、でそれが IoT だと言ったら、設計者がなんでですかと言うんで、さくらインターネットに問い合わせたら、インターネットにつながったら IoT と言っても全然いいんだけど、やっぱりこう、サーバーとか、そのデータを蓄積して、解析して、その、社会的に役に立ってなんぼだと、だからサーバー屋さんの仕事だというような感じだったんですけども、で、我々はですね、京丹後のアミノというところに、丹後ちりめんの店があって、そこで何してるかというと、シルクの粉を凍結乾燥、フリーズドライすると、すごい小さい穴がたくさん開いて、フェイスパックとかの保湿成分にいいんですよ。それをもっと極低温にすると人工皮膚までいく。で、それをやりたいんですけど、京都府の補助金取るときに IoT という名前がないと補助金が取れないと。だからということで相談に来たということなんですけど、それで今度は11月の自動制御連合講演会に発表するんですけど、で、これいちごジャムって大変消費電力が少ないんで、IoT 向けということをなんかトラギかなんかで見たんですけど、そうですね、トラギでもやってました。お、ちょっとうちの前鶴光線、じゃあそうなんですか。レベーターが折れてるのを取ってはあんまり面白くないな。車が動いてると面白いか。